キチャンネル。ちょっ。こんにちは。さあということでね、こちらは、はい、ウェーバー順指名の、うん、佐々木チャンネル仮想ドラフト2023ウェーバーやります。はい。2位までね、2位まで。2巡目ウェーバー。はい。で今年のドラフトは2巡目が中日からセリーグからなんで、はい、中日、日本ハム、ヤクルト、西武、巨人っていう順番です。はい。で現在パリーグがまだペナントレースと戦ってて、まだ順位決まってないんで、はい、今日時点の順位であります、うん、だからまあ楽天、ロッテ、ソフトバンクはちょっとここは順不同になる可能性ありますけども、はい、現状楽天が4位、3位がロッテ、2位がソフトバンクなんで、うん、とりあえずはこの順番で、はい、やります。あの1位がね、見てきてください、はい、そっちから見ないと。あ、そうか、もうここに出したの、ね、出したの。そっちから見ないとネタバレになっちゃうから、はい、まずそっちを見てください、はい、ね、うん、さあということでね、必死で私たち考えましたね、はい、2巡目、一人ドラフトだから1人、はい、これ佐々木チャンネルが全球団の分考えてるから ね、はい、ね、うん、さあということでドラゴンズは1巡目に上田君を単独指名で当てましたから、はい、まあ、野手取りましたからね、はい、2巡目は投手なのかな、うん、どうなんですかね、はい、うん、発表お願いします。第1巡選択希望選手、中日、岩井俊介投手、名城大学。おお、地元、はい、名城大で、うん、まあ、やっぱピッチャーのね、うん、抑えとかなきゃいけないっていうところで、はい、これは結構いい順番のドラフトだったんじゃないですか、うん、ね、はい、でしかもウェーバーも2巡目一番最初に引けるから、うん、だからこその野手行ったっていうところもあるしね、うん、でも両方単独指名みたいなもんだからね、うん、これは良かったんじゃないですか。いや、いいですね。今年ドラゴンズ試合してるんですよ、名城大で、はい、なので、あの地区も近いですし、うん、それこそ僕何回も言ってますけど、うん、山内さんね、うん、出身のとが育てた投手ですから、うん、やっぱ馴染みやすいですし、うん、なんと2軍に森越さんコーチで、うん、去年名城でコーチされてる、うん、これが名城に入ってるってこともあるので、うん、環境完璧だね。そうなんですよ、やりやすいかなと、うん、でちょっと気晴らしになんか悩んだりして家も帰りやすい、うん、そうだね、しかもちょっと若干2軍はね、戦力いないからね、ない、そういった面ではピッチャー、はい、こう良かったね、2巡目ね、いい感じです、いいと思います。はい、はい、第2巡選択希望選手、北海道日本ハム、石原裕樹投手、明治大学。おお、もう即戦、もう、まあでも新庄さんも3年目で最下位できて、はい、来年も最下位もしくは B クラスじゃ、はい、これはもうね、目も当てられないから、うん、そういった意味では、まあ、噂がね、情報によるとポスティングでもアメリカ行くと、はい、で加藤がね、うん、ひょっとしたら FA で抜けるかもしれないっていう時には、うん、まあ、ピッチャーはもう未来のこと言ってる場合じゃないからね、埋めないといけない、ね、埋めないといけないから、やっぱ、はい、即戦ピッチャー、うん、おー、まあまあまあ、ね、覚えてますか、僕動画で言ったもん、僕が見に行った6大学で、うん、一番いいと思ったピッチャーですよ、これ、うん、うおー、石原君、そうですね、はい、うん、2巡目まで余ってたんだね、余ってたんですよね、明治もう一人ね、いいっていう人がいるけど、石原君、これでも日本はめちゃくちゃいいドラフトだね、そうですね、あ、できたら最高、最高、うん、あくまでも仮想ドラフトですからねはい、いや、なんかもう、高田プリンスがおるかと思いましたよ。いや、リモートじゃないの、これ繋がってんじゃないの、リモートで繋がってんじゃないの、違う、仮想な、これ、うん、これ仮想だろ、ね、仮想か、いや、もう今いいドラフトできてるね、うん、俺ら上手くない、仮想なのに本番みたいなコメントできるからね、はい、うん、じゃあ続いてヤクルトですね、ヤクルト、うん、はい、いただきます。第2巡選択希望選手、東京ヤクルト、村田健一投手、うん、明治大学。おお、明治で。大学でね。あ、うん、まあでもね、まあヤクルトね、一、はい、巡目も、はい、ね、左腕で言ったら竹内君一番でしょ。うん、竹内常広ぐらいのね。はい、両左ね、左右で。うん、はい、でまた二巡目は右腕取って。はい、明治大学。うん、だから神宮使ってますからね。あ、はい、完璧だね。うん、そうです、左右で。おお、うん、この子は出身春日部共栄高校や、うん、家も近いと。戸田からね、戸田からね、うん、でももうすぐ引っ越すからね二軍がね、はい、うん、はい、ということで、うん、はい、第2巡選択希望選手、うん、埼玉西武、藤隼人、うん、投手、平成国際大学。おお、地元大宮東、はい、高校からの、うん、まあ、1巡目ね、はい、ちょっと苦渋ね、そうです、悪くて、うん、で渡来君取ってね、まあでもそれいいですよね、うん、で2巡目野手で、うん、っていうとこ、あと投手、うん、こういう、まず地元枠だしね、地元枠だしね、はい、伸びしろ十分、いいね、うん、第2巡選択希望選手、読売、高太一投手、うん、大阪商業大学。おー、だ
1位2位大正大ジャイアンツ右左でいやピッチャーおらへんからな。そうですね、ああ大正大好きですね。あしかも右左やで、まあ、バランスいいかも分かんないね。いいですいいです。お前はもう先発もリリーフも、うん、全部必要やから。そうですよ、ジャイアンツは、うん、そう考えると、まあ、ピッチャーピッチャーね、なんとしてもやっぱりピッチャーをなんとかしたいって思いが伝わりますよね。いいピッチャー2人から、ね、まあ、まあいいんじゃない、左右でな、うん、1人ずつ、まあ、よかったんちゃう、はい、高く第20選択希望選手東北楽天妙瀬良介内野手、鹿児島城西高校、はい、野手右、まあ、右いないからね、はい、なかなかね、まあ、出てきたけどね、大砲系です。ああ大砲系、うん、まあ、サードね阿部ちゃんとかもやったりしてるしね、うんうん、あと小深田とかいろんなとこ回ったりね、はい、これもうそろそろ右の大砲系育てたいっていうところで、右の大砲生え抜きっていうのがなかなか出てこないんで、あとやっぱ1巡目に細野君引けたっていうところもね、そうなんです、野手行きやすかったかもわかんないね、うん、はい、これ仮想仮想仮想だ結構当たってる、当たってるんだな、うん、めっちゃ時間かかってますからね結構議論してますからかなり、はい、ということで、はい、いいですね、はい、第2巡選択希望選手横浜 DeNA 真鍋啓太内野手広島広陵高校。おまあ、これもう取っとかないと広島取られちゃうからね、はい、ウェーバー順がね、うん、あるから、はい、しかもまあサードもね、あの宮崎とかもちょっと怪我がちだったりもするし、ね、ファーストとかって考えても、はい、未来の、だ未来の続こうちゃう、そうですね、うん、感じで言えば、まあ、浜のボンズになるんですか、浜のボンズあるね、あるあるね、あるあるある、これ DeNA いいんじゃんね、いいですね、1巡目も3番取れますもんね、チームとしてもね、はい、おいいドラフトや、第2巡選択希望選手千葉ロッテ早坂音投手幕張総合高校、地元ね、地元からの、やっぱりちょっとピッチャー方向 DS 面から行こう、吉井さんやし、うん、だってロッテ最後沢村とか唐川先発してたからね、どんなに先発薄いんだよっていう、沢村投手相当久々の3年ぐらいの唐川なんて、え唐川みたいな、どこいたん今年1年みたいな、はい、それいきなり先発だから、うん、ちょっと打たれちゃったけど、やっぱピッチャー必要ですね、必要だね、うん、ここも若い2人で、はい、力つけていこう、うん、ね、育てていこう、はい、第2巡選択希望選手広島東洋木村仁投手九州共立大学、おお独岳独岳、しかも大瀬良の後輩やしね、はい、九州共立で、うん、もう北九州の独岳ですね、侍にも入りますし、ピッチャー2人取って取って、もしかもね結構背もありますしね、そうなんです、1位で下村君行って、うん、2位で木村君行ってると、うん、いやまたいいピッチャー2人、これ投手陣熱くなったらな、うん、広島いけるかもわかんないから、いけるかもしれないですね、これいいんちゃう、いいドラフトですね、第2次選択希望選手福岡ソフトバンク西舘浩太投手専修大学、トートね、両方トート、うん、そうですね、アジアと選手だから、うん、でもあれですね、まだそのトート七人衆と言われるそこが2巡目で取れちゃうんですね、そうだもん、うん、そらそうだ、まあでもホークスもピッチャーやしな、まあ打線もあれだけどな、うん、とりあえずはピッチャー取って、うん、まあ、西田でも、ね、九州出身ですからね、うんうん、いいじゃんな、そこら辺もね、地域性もね、地域的にもナンバーワンと言われてるめっちゃいいピッチャーですよね、うん、どうなるか楽しみですよね、楽しみな、楽しみ、第二巡選択希望選手阪神トーマス大成投手共栄高校、はい、高橋春人2世、はい、一巡目が西舘君行って次高校生で、ね、バランス最高だね、最高、これ門別と、うん、勝負だね、勝負してトーマス君ね、トーマス君、サウスポー、一巡目が右で、二巡目はサウスポーで、未来のある左ですね、で最高だね、最高ですね、形としてはいいね、糸が見えたドラマですね、見えたね、さすが岡田監督だね、そうですね、さあ、3連覇中のオリックス、はい、第二巡選択希望戦オリックス東恩納蒼投手、宮城ルートね、はい、沖縄から高校生の右左、うん、これちょっと未来がやばいね、はい、こううまく育ってきたらね、オリックスは高校卒業のピッチャーがどんどん出てきますから、山本だってそうだったからね、出抜けていって宮城も来て山下俊平だ、おいおいおい投手王国になっちゃうよこれ、本当ですよ、え、仮想リアルじゃない、僕ら今新玉のプリンスじゃないですか
あれ、シャンディリアとかある後ろから。ありますよ。はい、なんかこの後に電話で、ちょっと待ってください、うん、交渉権獲得しましたので、はい、ご挨拶の方に伺わせていただきますはい、これ今1巡目の選手です。2巡目、パンとスカウトすぐ電話しに行きますこれじゃあ、あったでしょ、この人あるでしょ、はい、ありがとうございます、はい、失礼します。俺逆指名だったからそういうのは全くないですね、うん、でもどうですかこの、ね、うん、視聴者の皆さん1巡目2巡目のウェーバー両方見て、うん、自分たちのチーム、はい、それでいいのかどうか聞きたいで、でもあの本当のスカウトの方々って多分私たちが目つけてないところを見に行ってるじゃないですか、うん、だからもう、誰って人がたまに来るじゃないですか、うん、それも結構楽しみですよね、うんうん、まずこの12人決めたじゃん、うん、はい、まずは12人がリアルドラフトの12人中何人入るかが1巡目ですか、うん、これ1巡目でもし仮にチーム違っても12人入ったら俺らやばいよな、すごいですよ、うんうん、その可能性だからチームはね、うん、くじ引きとか仮装だからさ、はい、仮装ですからね、うん、それまでもしリアルになったらもう逆だけど、もしこの12人が1位に、ね、順番逆になるかも分かんないけど、こう12人が全部もし入ったら、はい、俺らもう1000万再生いくんちゃう、いきますかね、全部入ったら里田市チャンネル当たってるみたいな、うん、まあ、でもあと実質ウェーバーもやったんで24人いるんで、あ、そうか、24人だから、24人全員入ったら、ね、全員入ったらどうする24人、いや、それすごいですよ、1位2位は別やしね、うん、チームは違うかも分かんないけど、うん、全員入ったらすごいですよ、やばいよな、うん、やばいっすよ、うん、だからさ、もしさ仮にさ、はい、全員、まあ、8割入ったらさ、来シーズンの野球太郎、週刊ベースボール、うん、もしくはいろんな雑誌ありますけども、はい、里崎チャンネル考察監修、2024年、ドラフト、通信簿、うん、コラボレーション、特集本、はい、ご依頼お待ちしてます、そこには僕も入れてもらえないでしょ、もちろんアマチュア、だってアマチュア担当だから、そうですよ、先生いないともう情報がやっぱ足りないところあるので、いや、もう本当にこれちょっと今年のやつで実績作りたい、そうですね、うん、どれだけ当てるのは難しいけどね、うん、入るのはね、うん、あるかもわかんないからね、はい、さらにいろんな候補選手挙げてきましたからね、そうだからそういうの見てほしい、隠し玉もね、いたしね、はい、伊勢のラオウとかね、伊勢のどうなってるのか、伊勢のラオウどうなってんだろうね、いや、私は静岡のゴジラも楽しみだと思う、静岡のね、うん、楽しみですね、うんうん、まあ、そういった意味ではね、うん、各12球団のね、はい、皆さんこの里崎チャンネルでね、カツオドラゴを見て、はい、まあ、どう思うのかのコメントと、あと、あの、あんまりアマチュア詳しくないって方も名前覚えるとこうやって、ね、そうそう、そしたらこれを見てね、うん、ドラゴン、あ、この子がだから伊勢のラオウって言っても伊勢出身じゃないからね、そうそうそう村田レオン君ですよね、うん、覚えたでしょ、ドラゴン、私も覚えたから、レオン、そう、頼むね、うん、だからそこら辺ね、注目して見てもらうとね、はい、うん、ドラフトより楽しめるんじゃないかと、ね、うん、思うんで ね、 いね、うん、はい、まあ、ということでね、はい、じゃあこれで締めてもいいですか、うん、やっぱりドラフトといえばこれで締めましょう、うんうん、はい、第何巡選択希望選手里崎チャンネル選択終了。